負傷者は次々と運ばれ、安全と想定した松屋松坂屋前の救護所で手当てが施されます。被災時を想定して参加者に非常食が配られました。こうして訓練は終了し、分団本部に訓練結果が報告されます。森第三分団長より大木消防署長に訓練終了の報告が行われ、これで訓練は滞りなく終わったわけです。今日の訓練にちなんで、世界における地震被害の写真展も催されました。救護隊員による救護法の実習も行われます。
各新聞社、テレビ関係者の取材も活発でした。世間のこうした震災への関心がそれだけ高いからでもありましょう。終了後、場所を改めて訓練結果の公表が行われました。まず主催者側の京橋二三の部連合町会銀座通り連合会を代表して二の部連合町会の吉田会長より挨拶が行われます。大変皆さん熱心にやっていただきまして、一つの成果を上げたように。続いてこの訓練のご指導をいただいた横関中央区長の公表です。なかなか実施できないのをあえて住民の方々のご熱意と努力によりまして今回実施できましたことは、そのさらに築地警察署本田署長からお話をいただきました。今日皆さん方の訓練の状況を拝見しておりまして、非常にまとまって行動をしておられる。これはもう非常にいいことだと思います。そして、警察官の交通整理、避難誘導に、黙々と従って、規律のある秩序のある行動を取っていただいた、これは皆さん方の防災意識が極めて、高いと、そういうことも京橋消防署の大木署長の公表です。現在震災対策委員会も一昨年発足しましてから、森分団長を中心にして非常に適切な指導をされ、組織ががっちりと固まってまいりました。これに血を通わせ肉をつけ強い軍団行動力、いつ起こるか分からぬ地震、万一災害発生の場合銀座の被害を最小限に食い止めるべく、私たちはこうした連帯による訓練を繰り返すことが必要ではないでしょうか。それは銀座全体の安全のためにも。